よし、こちらは片付いたぞ。黒吉は、ふん、遅すぎる。ずいぶん待たされたぞ。お前、あの魔性を使ったポンメル。あんなもの私の敵ではない。兄さん切りつけたら尻尾を巻いて逃げていったわ。黒騎士って偉そうにしてるだけじゃなくてすごく強かったのね。奴が弱すぎただけだ。この島で最も恐るべきはあんな魔性に頼った連中ではない。行くぞ。この島の本当の真打ちが登場する前にとっとと気空艇に乗り込むんだ。見えたぜ。すぐに離陸の準備をするから、お前らは中に。残念だがそこまでだ。全員動くな。ついに大出ましか。秩序の気空団のエースが。まずはここまでたどり着いたキコーラの実力と幸運を褒めよう。いかに特殊な状況だったとはいえ、ここまで逃げおおせたのは黒騎士、お前が初めてだ。ふん、お褒めに預かり光栄だな。しかし私が来た以上ここで終わりだ。キコーラにこの先はない。これが最後の警告です。このままキビスを返して建物の中に戻りなさい。ちょっとあんたは師匠が足止めしてるはずで、まさか師匠を。ザカ大公には少々おとなしくなってもらった。無論我々は秩序の気空団だからな。大公の命に別状はない。その点は安心するといい。しかしこの場を譲ってくれるつもりは全くねえみてえだな。当然だ。黒騎士は渡さない。エルステ帝国にも殺させない。すべてをうやむやになどさせない。黒騎士には生きて裁きを受けてもらう。ふん、相変わらず頭の固い連中だな。こいつらが最後にして最大の関門だ。行きましょう。オルキスちゃんを助けるために私たちは進まなくちゃいけないんです。手加減はせんぞ。全力だ。父の身に恥じぬよう頑張らなきゃ。どれくらい風穴開けてやろう。焦りは隙を生み出します。落ち着いて陽光に導きを。装填完了。ぶちかます。マイルキャッ。任せとけ。任せとけ。試練。
太陽に隠されし力、今ここに。任せとけ。試練に行く。そう、そう、俺はまだ。フルできてんだろうな。バリッシュピアース。やった、勝てありました。まあ、ざっとこんなところだな。奴らめ、オイボルとは相対してるというのに手加減というものをせんからに。対抗閣下が相手ではいかに私といえど手加減をしている余裕などなくてな。おお、どうじゃ奴らはどうなった。私とモニカさんを退けて飛び立っていきました。はっはっは、そうかそうか、いやはや、なんとも愉快な連中じゃ。全然愉快じゃないです。はあ、結局戦闘はモニカさんに頼ってばっかりだし、私向いてないのかな。こらこら、一度や二度の失敗で投げ出そうとするな。さて、ザカ対抗、黒騎士と彼らは言ってしまったが、貴公にはまだ聞くことがある。わしに答えられることなら喜んで答えよう。我々にも教えてほしい。一体黒騎士はどんな真実を抱えていたのだ。